いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思いますもちろん無料ですこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思いますそれでは本日の3問をご覧くださいはい、えー、それでは11月29日の3問に入っていきます A は B に100万円を貸した。その際の金銭消費貸借契約の特約で、貸金債権につき消滅事項の利益をあらかじめ放棄する旨を約上したとしても、その特約は無効となる。丸かつかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。まず、 金銭消費対策契約、これっていうのはまあ貸金契約ですね、お金を貸した時の契約です。で、えー、約定するってこれ、約束するってことですね、約束する。まあ、特約っていうのもまあ契約、約束です。なので、今回の問題を簡単に言うと、A が B に100万円を貸して、貸金の契約をえ締結したと。お金貸しましたよね、借りましたよねっていう契約をしたと。 そして、時効の利益をあらかじめ放棄する旨の、まあ、特約をした、約束をした場合、その約束っていうのは無効となる、丸か罰かという問題です。で答えはこれ、丸ですね。時効の利益をあらかじめ放棄することはできません。そのため、えー、本問のような特約っていうのは無効になるんですね。で、これっていうのはどういうことか理解できていますでしょうかこのルールっていうのは理解をすれば当たり前のことを言っているってことに気づくんですね。 ただちょっとここで解説すると長くなりますので個別指導の受講者様にはえこのような分かりにくい部分についてえ具体例などを使いながら動画で解説していますなので受講者専用のメルマガの方から動画をご確認ください宅見試験自体難しくはないんですねで難しくないけれども理解していないから難しく感じてしまうんですよ単に覚えるだけつまり今回の問題でいうと時効の利益はあらかじめ放棄することできないとこれを 覚えるだけだと、まあ、試験日に大体忘れてしまうんですね。そうすると得点が伸びないということになってしまいますので、勉強の仕方には十分注意しましょう。丸暗記学習じゃなくて、ちゃんと理解をしながら学習するという理解学習をちゃんとやるということですね。まあ、理解の仕方については個別指導で解説させていただきます。個別指導については、動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、宅建業者は、 国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい。丸か×かという問題です。で答えは×ですね。従業者名簿については10年間保存しなければいけません。これは最後に記載した日から10年間です。まあ、問題文では最終の記載をした日ってなってるんですけども、これはまあ最後に記載した日ですね。から10年間保存しなければなりません。 で、対比して覚えていただきたいのは、帳簿ですね、帳簿。帳簿については、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存ということなんですね。で、この各事業年度、これ何かっていうと、会社っていうのは、決算期っていうのがあるんですよ。例えば、3月末決算なのであれば、事業年度っていうのは、4月1日から3月末まで、これを事業年度っていうんですね。なので、その末日っていうのは、 3月の末です。だから3月末に1回閉めますよね、決算だから閉めるわけですよ。閉めた後5年間保存してくださいねっていうことですね。まあ、これ意外と知らない人いるんですよね。なので、こうちょっと頭に入れておくと、この内容も理解しやすいんじゃないのかなと思います。で帳簿について、まあ、宅建業者が自ら売り主となって新築住宅の取引をした。 場合っていうのは、その取引については10年間保存しなければなりません。なので、この1から3ですね、この3つはもう対比して、もう一緒に頭に入れておきましょう。で、問い3です。防火地域内で、かつ近隣商業地域内にある耐火建築物については、憲兵率の制限は適用されない、丸か罰かという問題です。えこれ、答えツですね。防火地域内にある耐火建築物で、 憲兵率の制限がなくなるのは、憲兵率の限度が10分の8の場合なんです。つまり、防火地域内かつ対価建築物かつ憲兵率が10分の8。この3つを満たす場合に限って、憲兵率の制限がなくなるっていうことなんですね。で、商業地域の憲兵率。これっていうのは10分の8って決まってましたよね。まあ、これは、えー、一昨おとといですかね。のメールマガでもお伝えした内容です。 で、今回の問題文は、商業地域ではなくて、近隣商業地域なんです。で、近隣商業地域の憲兵率っていうのは、10分の8ではない場合もあるんですね。具体的には10分の6の場合もあるんですよ。10分の6もしくは10分の8。まあ、どちらかなんですね。これ都市計画で決めるんですけれども、まあ、どちらかなんです。従って10分の6の場合だと、憲兵率の制限がなくなるというルールは使えないわけですよね。したがって誤りになるということです。 一応問題文確認しておきますね。防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある対価建築物ですよね。こ、まあ、この2つは要件満たします。防火地域、対価建築物。ここは OK なんですけども、近隣商業地域、ここについては、憲兵率が10分の6の場合もあれば、10分の8の場合もあると。で、10分の6の場合は、憲兵率の制限、適用されます。従って、誤りになるということです。 えきちんと考えれば答えを導けるっていう問題って意外と多いんですね。まあ、このきちんと考えるっていうのはきちんと理解するってことなんですけれども、そういった問題って非常に多いんですよ。で、多くの方がきちんと理解せずに丸暗記をするから、結局、本試験の時に忘れたってなっちゃうんですよね。まあ、大体、本試験も頭真っ白になるんですよ。これっていうのは、どれだけ勉強してる方でも、やっぱ同じなんですよね。もう誰でも緊張します。私もやっぱ緊張するんですよ、本試験の時って。 で緊張して頭が真っ白になるっていうのを前提で勉強をしてるんですね頭が真っ白になるからこそ丸暗記じゃダメだなと理解できるものについてはちゃんと理解をしようっていう風な方針で私はずっと勉強してきましたで実際個別指導でもそのようにお伝えをしてるんですねだからこそ一回でも合格できるわけですよなのでもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであればえ個別指導をご検討いただければと思います ま、同じことになるんですが、まあ、動画の下の概要欄に、え、個別指導の URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。